皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。最近 AI アニメーションが注目を集めています。その中で他の動きを元にしてアニメーションを作成するという技術に興味のある方もいると思います。猛客ですね。私はアニメイトジフをよく使用するのですが、 AI に自由にアニメーションを作らせるというよりは、ある程度思い通りにキャラクターを動かしたいと思うことが多いです。ただ動きの元になる動画を入手することが難しいという問題があります。著作権を気にすることなく、アニメーションの元になる 3D キャラクターを作れたらとても便利だと思う方も多いと思います。まずこの動画を見てください。 X や YouTube ショートにも投稿しているやつですね。これはソードアートオンラインの結城明日菜さんが刀を持って走り、そのままジャンプして1回転するというアニメーションです。現段階ではこのように1回転してジャンプするアニメーションを AI だけで作成するのはかなり困難だと思います。 AI 画像生成は体の重なりや前後関係を把握することがとても苦手です。オープンポーズによるポーズ指定ではこの動画は作れません。この動画は最終的にはアニメイトジフやエブシンスユーティリティで仕上げていますが、元となる 3D キャラクターの動きを強く取り入れています。今回は 3D モデルの作成にブレンダーを使うのですが、ゼロからキャラクターをモデリングしてこのようなアニメーションを持たせることはとても難しいと思います。実は私は 3D キャラクターのメイキングやアニメーションの知識が全くなくて、このような紹介動画を作ることもおこがましいのですが、素人の私でも今回のアニメーションが作れますので、その方法を紹介していきたいと思います。ちなみに私のブレンダー使用歴は1ヶ月未満ですので、もう少し良い方法があるということがあればコメント欄でどしどし教えてください。また今回の方法はオンライン上のサービスやソフトウェアで全て無料でできますので、ぜひ最後までご覧ください。今回使っているパソコンは Windows 11で NVIDIA の GPU が搭載されています。ブレンダーでの作業はパソコンの環境によってはかなり重たい作業であるかもしれません。その点は確認できていませんのでご了承ください。動画が長くならないように今回の内容は前半と後半に分かれます。この前半の動画を見ると、誰でもこのようなアニメーションを作り、スクリーン録画によりシンプルな動きを入手することができます。後半も合わせてみると、このように走ってからジャンプ回転する動きやキャラクターの色や簡単な背景や光を追加して動画ファイルとして書き出すことができるようになります。もしこの動画に興味を持たれる方が多ければ、おまけとしてこの動画をもとにアニメイトジフでアニメーションを仕上げる方法の動画も作りたいと思います。人気が出なかったらやらないかもしれません。それでは早速始めていきましょう。まず第一段階としてキャラクターの入手をしていきます。今回入手するサイトは CG トレーダーというサイトです。概要欄にリンクを載せておきますので、サイトに移動してください。このサイトでキャラクターを入手するためにはユーザー登録をする必要があります。 Google アカウントなどで簡単にサインアップできますので、アカウントを作ってください。アカウントを作るとこのような画面になりますので、左上の検索窓にキャラクターと入力してください。一番上に出てくるキャラクターをクリックします。これでいろいろなキャラクターが出てきます。この中のものは有料なものが多いですが、お金に余裕のある方は購入しても良いかもしれません。ただし無料でも良いものがたくさんありますので、ここのフリーの項目にチェックを入れて無料のものを見ましょう。次にファイル形式ですが、 FBX ファイルというものを入手しますので、フォーマットのところから FBX を選択してください。この下にキャラクターフリーFBX という赤いボタンが入っていれば、この3つが選択できています。画面を下の方に進みましょう。非常にいろいろなキャラクターがあります。カカシ先生もいますし、オーバーロードのアルベドさんもいますね。もう少し下に行くとアスナさんのキャラクターがありますので、このアスナさんをクリックしてキャラを入手していきましょう。右側のフリーダウンロードという赤いボタンをクリックします。この間ダウンロードに少し時間がかかりますが、待ちます。20秒ぐらい待つとファイルがダウンロードできます。今回必要なのは一番上のアスナ FBX ZIP ファイルと下から2番目のテクスチャー ZIP ファイルの2つですので、
この2つをダウンロードしましょう。 FBX というのがキャラクターの形だったりとか、場合によってはリグと呼ばれる骨格だったりとか、アニメーションの情報が入っているファイルです。テクスチャーというのはこのキャラクターの表面の色ですね。色や模様が入っているファイルになります。ダウンロードするとダウンロードフォルダにアスナ、FBX とテクスチャーの ZIP ファイルが入っているので回答しましょう。このファイルをブレンダーで読み込みます。ブレンダーを使ったことがない人もいると思いますが、無料で使える 3D モデリングのソフトウェアです。すごく機能が多くていろいろなことができるみたいですが、それは私もこれから勉強します。アリスも使い始めて1ヶ月も経っていませんね。今回は最短でアスナさんに動きをつけて動画ファイルに書き出しましょう。その目的を達した後でそれぞれの方が必要なことを付け足していかれた方が学習効率も良いと思います。最初の基礎から始めようとすると挫折しますよ。ブレンダーをダウンロードしましょう。 URL は概要欄に載せておきます。このサイトのちょっと見にくいですが、この青い文字をクリックするとインストールができるサイトに飛びますね。 Windows 用と Mac 用がありますが、 Windows 用のインストーラーをダウンロードします。インストーラーを起動して Next を押していくとインストールされると思います。ちなみにブレンダーは 1GB ぐらいのファイルになります。ブレンダーを起動しましょう。ブレンダーを起動するとこのような画面になります。背景のグレーの格子のどこかをクリックするとブレンダーの紹介の絵が消えます。まず日本語版に変えようと思いますので、エディットから一番下のプリファレンスを選択して、出てくるボックスの一番下のトランスレーションのラングウェッジの項目をイングリッシュからジャパニーズに変えましょう。文字が日本語になりました。一部に英語の部分が残っていますが、再起動すると日本語に変わりますので、一度終了して再度ブレンダーを立ち上げます。またグレーの格子の部分をクリックして表面の絵を消してください。このグレーの格子を 3D ビューポートというらしいです。 3D ビューポートが選択されている状態でキーボードの A を押してください。入力は半角 A 数字にしておいてくださいね。そうすると画面に映っている物体がすべてオレンジ色になります。 A は全選択でオレンジ色になった物体が選択されたものです。次にキーボードの X を押してください。 X は削除です。削除という確認の文字が出ますので選択して削除してください。これで画面上の物体が何もない状態になりました。次にアスナさんを読み込みましょう。左上のファイルからインポートを選択、その中から FBX を選択します。そうするとちょっと見にくい画面ですが、ファイルを選択するボックスが出ます。先ほどダウンロードしたファイルの中のアップローズなんとかかんとかアスナ FBX のフォルダを開いて、その中のアスナ FBX ファイルを選択します。右下の FBX をインポートを押します。これでアスナさんの 3D フィギュアを取り込むことができました。ブレンダーの基本操作ですが、マウスホイールを回転させると画面が拡大縮小。ホイールを押し込みながらマウスを動かすと画面が回転。シフトキーを押しながらマウスホイールを押し込んでマウスを移動すると平行移動します。この3つの動きは覚えておいてください。今は銀色のフィギュアですが、この画面をソリッドモードと言います。これは形だけの情報であり、色や光は考慮されていません。右上の4つの円のアイコンがありますが、その隣を選択すると体が紫になります。これがマテリアルモードです。現在のところはアスナさんを画像として書き出すと全身紫色ということです。色は最後につけますので、今は何もしなくても良いです。右上の画面を見てください。ここをアウトライナーというらしいですが、今下向きの三角マークの項目が5個あると思います。これからこの画像を書き出すのですが、この5個を統合しておかなければいけないので統合します。見やすいようにマテリアルモードに戻しておきましょう。
まずアウトライナーの中のボディの逆三角マークをクリックします。これでボディが選択されました。一度 3D ビューポートのグレーの背景をクリックして 3D ビューポートを選択します。キーボードの A を押して全選択します。次にコントロールプラス J を押すと、5つに分かれていた要素がボディの要素に統合されて1つになりました。右上のアウトライナーの下向き三角マークも1つになりましたね。次にこのモデルを FBX の形式で書き出します。左上のファイルからエクスポートをクリック。その中から FBX を選択します。このファイルの名前やダウンロード先を選択する画面になりますので、ダウンロード先を選択します。ファイル名を変えて、上のところを一度クリックしたら、右下の FBX をエクスポートをクリックできるようになりますので、クリックしてファイルを書き出します。これで一度ブレンダーは終了ですので、必要な方はファイルを保存して終了してください。ブレンダー使ったことなくてもここまでなら簡単にできそうですね。そうですね。画面の名前と簡単な動かし方だけ知っていれば良いですね。次に今のキャラクターに骨組みをつけて、さらにアニメーションをつけていきます。なんか急に難しそうですね。いえいえ、すごく簡単にできますので安心してください。ここから使うのはミキサモというサイトです。ミキサモのホームページに移動しましょう。 URL は概要欄です。これはアドビが運営しているサイトですので、アドビのアカウントでサインインする必要があります。アドビのアカウントを持っていない方は Google アカウントなどを使用して簡単に作成できますので、アカウントを作ってからログインしてください。私はすでにアカウントを持っていますのでサインインします。サインインするとこのような画面になります。画面の左に動いているキャラクターがたくさんいます。左上のキャラクターズを選択すると、複数のキャラクターがいる画面に変わります。この中からキャラクターを選択すると、確認画面が出て、オレンジのボタンをクリックすると、右側のキャラクターが変わります。また、アニメーションをクリックして、好きな動きを選択すると、右側のキャラクターがその通りに動き出します。ここで先ほど作成したアスナさんの FBX ファイルを読み込みます。右側のアップロードキャラクターを選択してください。そうするとファイルが選択できますので、先ほど出力したファイルを選択してください。私はアスナベース FBX という名前のファイルですね。しばらく待つとこのような画面に先ほどのアスナさんが取り込まれます。後ろ向きに出てきますので、左の横矢印をクリックして前を向けましょう。 NEXT を押すとこのように輪っかが出てくると思います。この輪っかをモデルのパーツの位置と合わせていきます。普通にドラッグできますので、まずチンは顎ですね。顎にパーツを置きます。次にリスツは手首に置きます。左右は画面に向かって右か、キャラクターの右かよく分かりませんが、すべてのパーツで統一されていればどちらでも良いと思います。エルボーズは肘に置きます。左右は手首の左右と合わせておきましょう。ニーズは膝に。ウロウインはお股に置きます。これでネクストを押します。1分から3分ぐらい時間がかかりますが、待ちましょう。そうするとキャラクターが動きますので、動きに違和感がなければ NEXT を押してください。動きがおかしければバックでもう一度やり直してください。私はやり直しの経験はありません。 NEXT をクリックすると、今のキャラクターを変えて良いかという確認が出ますので NEXT を押してください。そうすると右のボックスにキャラクターが出現します。先ほど選択した動きで動いていますね。画面左下のカメラのアイコンをクリックすると、常にキャラクターが画面の中心に来るようになります。左上のサーチのところをクリックしてファンタジーを選択すると、
戦っている風景の動きがたくさん出現します。この動きは本当にたくさんあり、戦いの中の動きはほとんどまかなえてしまうのではないかと思うぐらいです。この中から好きなものを一つ選びましょう。今回はこのグレートソードジャンプアタックを選びます。飛びながら回転して刀を振る動きですね。選ぶとアスナさんが同じ動きをしてくれます。画面の操作はブレンダーとは違って、マウスのドラッグで回転、マウスホイールを押し込みながらのマウス操作で平行移動になります。簡単に終わりたい人はこの動画をスクリーン録画してモデルとして使用しても良いと思います。私も最初はスクリーン録画によって動きの元になる 3D モデルを入手していました。色はどうせアニメイトジフがつけてくれますので、それでも良いです。お好きなキャラを無料でゲットして比較的簡単に AI アニメーションの元になる 3D キャラクターのモーション動画を入手してみてください。なおミキサモの中のキャラクターを使う場合はカラーのキャラクターをそのまま使うことができますので、より簡単に 3D モーションキャラクターをゲットできます。ただ少し欧米人好みのキャラクターが多いような印象を受けました。私の好みのキャラクターはいませんでしたので、今回の方法を採用しました。後半は主にブレンダーでの操作になります。今回よりは少し難しいですが、手順通りに行えば必ずモーションを複数組み合わせたカラーアニメーション動画が作れるようになると思いますので、ぜひご覧ください。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。